て、続きやっていくぞ。北極周りの旅もだいぶ来ましたね。まあ特にハプニングもないし、観光旅行みたいなもんじゃな。地形がなだらかなので車両移動はかなり楽でしたね。地球や月とは大違いじゃな。あ、そうそう、ようやく一つ目のステーションを発見しましたよ。よし、ちょっと覗いていくか。ソロプレイだと人気がなくてちょっと寂しいんですよね。何かあるのはありがたいんじゃがな。ここは SAMN 所属のステーションみたいですね。そろそろどこかと有効度を高めてもいいんじゃがな。何か珍しいものでも売ってればいいんですけどね。そうじゃな、データパッドを買ってみるか。データパッド？そんなに高くないんじゃけど、ステーションの位置が記録された情報端末じゃな。今は情報が欲しいですからね。この際だから、全部買い占めてしまおうか。突然の金持ちムーブ。そこそこ依頼をこなしてきたからな。でもまあ、このデータパッドですけど、2万キロ先のステーションとかが出てばっかりで、あんまり役に立つことは少ないですよね。もっといっぱい買い占めてくればよかったかな。今回当たればいいじゃないですか。外れじゃな。外れですね。まあでも、酸素の心配もないし、プレイ中の休憩にはちょうどいいですね。ケルベロスがあれば、資材調達のミッションを受けまくるのも簡単じゃしな。あんまりのんびりもしていられないから、情報を確認するか。衛星を呼び出します。倍率を調整して。まず、最初に降下したのが大体この辺じゃな。そうですけど。そこから北極外周を回って。現在、サボってるステーションがここじゃな。あとはまた外周を回って降下地点に戻るわけですね。この調子ならすぐ回れそうじゃな。さて、のんびりしててもしょうがないので出発するぞ。いくらくつろいでもいいんですけどね。しかし博士、今回は拠点を作らないんですか？そうじゃな。今回は広範囲の車両移動が一つのテーマじゃからな。そうは言っても、いつまでもこの子犬で動画を食いつないでいけないですよ。まあ、そう思われても仕方ないのじゃが、とりあえず、降下地点までの偵察ができたら、前回の戦車を溶接するとするか。そうですね。結局降下地点まで戻ってきましたけど、何も見つからなかったですね。まあ、次なる遠征に向けて、戦車でも溶接するんじゃな。そうですね。しかしまあ、地上で溶接も久しぶりですね。ケルベロスのスポットライト機能が役に立つな。いや、これくらいしか役に立たないんですけど、なんか赤くて怖いし。ちょっとした資材はあるんで、溶接は問題なさそうなんですけど、これ作ったところで困ったことになりませんか？む。何か問題でもある？いやだって博士。で、どうした？なんかすごい音と煙が。マジか。あわわわ、なんですこれ、連邦の新兵器ですかね。慌てるな助手よ。これは火星の砂嵐、ダストストームというものじゃ。博士これ、溶接どころじゃありませんよ。まあ、大したことはないが。そうなんですか。火星の砂嵐は見ての通り光をほとんど遮ってしまうからな。ソーラーパネルは光力が3割くらい落ちる。さらに、地球の砂漠地帯で起きる砂嵐と違って、火星の砂嵐は稲妻も含むらしいぞ。大問題じゃねえか。稲妻はデコイブロックやアンテナを飛来針として使えるらしいが、回避手段はあるんですね。ちょっと前に読んだ海外フォーラムだと、機能してねえって苦情が上がってたな。やっぱりヤバいのか。まあ、ケルベロスはアンテナがついてるから、大丈夫なんじゃないかな。この溶接作業自体が実験台みたいになってるじゃないですか。まあ、下ってないから機能してるってことなんじゃないかな。うわ、視界が悪すぎる。飛行するのにはかなりのリスクがありますね。ワンちゃんかわいそう。まず私を心配してくださいよ。やばい、さすがに船内に退避します。あ、こら勝手に休むな。この砂嵐、結構長い時間続きますね。
まあ、夜と砂嵐の状態じゃからな。引きこもるのが正解じゃけどな。それだか優先じゃろ。ブラック職場すぎる。砂嵐の時は風が強いからな。風力発電があれば効率が跳ね上がるんじゃけどな。船に風力発電機をつけても機能しないから、車中泊縛りの我々には意味がないじゃないですか。そういうことなんじゃな。ソーラーもいまいちじゃ、電力でまた困ることになりそうですね。ふう、ようやく夜が明けましたね。戦車も形になってきたな。博士、砂嵐が来る前に言いたかったことなんですけど。そういえば何か言ってたな。これ、戦車が完成しても、どうやって連れていくんです？え？だって、ケルベロスにこの戦車は乗せられないじゃないですか。ああ。乗せられないんじゃ、別々に走らせるしかないじゃないですか。ちゃんと考えてあるぞ。あ、そうなんだ。とりあえず、一度宇宙に戻ってくれ。ええ？まあ、いくつか在庫が薄い部品があるんで、そろそろとは思ってましたけど。このためにこの POD を持ってきたからな。離陸しますよ。ようやくミステリアが見えてきましたね。リアルで5分以上かかるからな。しばらく置いておいたけど、無事ならいいんですが。あ、博士、HLV の上部がぶっ壊れてます。隕石を打ち漏らしたかな。水素タンクへの直撃には至らなかったみたいですね。あれが爆発すると結構な被害じゃからな。不幸中の幸いというわけですか。ところで、宇宙で何をするんです？ああ、そうじゃった。これを溶接してくれ。なんですこれ？博士、こんな感じですかね。うむ。こいつはあれじゃ。ケルベロス用連結移動車用基地。GR-02 じゃ。うん。要はこれ、あれってことですよね。ケルベロスにこの引き車を引かせるってわけですか。そう、地上車両走行用の可動式車面と、各種地上車両用コネクターを使った、移動型車両基地じゃな。これで地上での基地問題は解決じゃ。本当におもちゃっぽくなってきましたね。おもちゃとは失礼な。でもこれ、地上までどうやって運ぶんですか？見たところ、スラスター類はついてないみたいですけど。ああ、それな。このまま火星に落下させるぞ。大丈夫なんですか？大丈夫じゃ。ウプ主がクリエイティブで実験しているからな。そこが不安なんですよ。もちろん、想定外の事態なんて、起こりようがないぞ。今、さらに不安になりました。とにかく最終チェックじゃ。パラシュートの自動展開コードはよくチェックしておくのじゃ。5個もつけたんですね。原則、着陸するだけなら1個でも大丈夫なんじゃけどな。ジャイロもついてない船を水平に落とすには、対角になるように複数置いた方が安定するんじゃ。そんなもんですか。それでは、まっすぐ最初の降下地点に向けて、姿勢を安定させます。慎重に頼むぞ。降下地点、照準よし、加速します。さすがに重たいですね。中心がずれてるから、慣性制御を入れたまま加速して、静かに切り離すんじゃ。姿勢安定しました。よし、切り離せ。固定用ランディングギア、ロック解除します。切り離し完了、減速開始。うむ、特にずれはない感じじゃな。あとはシャトルで火星に戻ればいいわけですね。そうじゃ。降下の様子を見るために急いで戻るんじゃ。結構忙しいな。着艦しました。 POD に乗り換えます。うむ、急げ急げと。これ、追いつけるんですかね。まあ、DR2 のパラシュート展開高度が 1000m で、この POD のパラシュート展開高度が 600m くらいじゃから、デカ物がふわふわ浮いてる間に追いつけるゼロ。とにかく、DR2 を追いかけます。DR2 との距離、13km。これ以上追いつけません。まあ待て。あ、距離が縮んできました。DR2 がパラシュートを展開したんじゃな。これで一気に距離を詰めれるぞ。大丈夫かな。DR2 はちょうど最初の降下地点のすぐ近く、5km 圏内に降下したようです。パラシュート展開の様子は取れんかったか。どうかしましたか？あれ？ケルベロスの反応がなくない？あ、ほんとだ、レーダーに反応ありません。まずいぞ、電池切れかもしれん。
15キロ圏内なら目視できるはずですが。くそ、夜間に降下作戦を決行したのは失敗じゃったな。目視できん。TR-2 の降下を確認、こちらの POD もパラシュート展開高度です。ふむむ、なんとかケルベロスを探すんじゃ。うわわわ、砂嵐です。何も見えんぞ。パラシュート展開完了、着陸まで移動ができません。くそ、こんな時に。仕方がない、POD を放棄して探しに行くぞ。回収のためにビーコンを起動しろ。了解、ビーコンの信号発信距離を40キロくらいにしておきます。離脱します。うわわ、ほんと何も見えないです。ぐぬぬ。とにかく位置がわかる TR-2 に対比します。サバイバルキットが積んであるんで、スーツのエネルギーはなんとかなるかと。やむを得んな。どうやら損傷なく降下できているみたいじゃな。ケルベロスの信号喪失は想定外でしたね。ぐぬぬ、パラシュートを畳んで、ホイールをロックするんじゃ。コックピットを積んでないんで、コントロールパネルからリモコンブロックを直接操作します。しかし困ったぞ。ケルベロスがバッテリー切れでアンテナ発信できなくなっているとしたら、この辺一帯を、信号なしで捜索せねばならんぞ。平野だからすぐ見つかるんじゃないですかね。この砂嵐じゃ不可能じゃし、何も見えんから、当てもなくさまようことになるぞ。POD は地上では飛行が難しいですし、ジェットパックで飛ぶしかないですかね。いやだってお前、ボトル何本持ってきてる？水素が3本と、酸素が、1本しかないです。こりゃまずいかな。博士、どうしましょう？何か作戦を考えないと。とりあえず、次回に続く、かな。おい。